今日はプロレスか。もういきなりなんかこうパフォーマンスしてますけどね。もう今日、はい、会場にからこれで。そして、4番目にとうとう来てこられました。ユーロクラメント、イエーユーロクラメント、何をするやら、何をするやら、遺産と使い現れました。期待しないでください。期待しない、大好き、押し込んできた。そして5番目にベテラン中のベテランの浦部健介さんが来ております。メカドック、お楽しみ、よろしくメカドックって感じね。よろしくメカドック。そして、別にトリオやりたいわけではないですけど、過去トリオやられたら永遠になった、以上はアニソンドン伝道師アニメンター、アニメンター、決めさせていただきます。それだけで早速スタート、よし、イエーイ。え、これギリギリなの？違う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 。楽しかった。マイヤーズ航空。はい。立て込み気味です。はい、ごめんなさい。海は、海は。海は、要はこんにちは、久保ちゃんです。よろしくお願いします。少々の最初は私のオリジナルの特撮ヒーローをモチーフにしたものをですね、歌いたいと思います。コロナ禍において作った歌でございます。ちょっと前奏がないので難しいので、りょうさん、流すとき流す言ってください。はい、思いやり戦隊優しいんじゃ、作詞作曲久保ちゃん、編曲花木さんと川ちゃん、こうちゃんです。お願いします。流します。はい、ハイヒールもみとか、敵はコロナ、人間じゃない、人間同士で争うな、今こそ立ち上がれ、思いやりのパワー、みんなが優しいチャンチェンジ、支え合う思いやり愛、愛のパワーが炸裂する。ちょっと今大変コメントだ。誰も悪くない、人悪くない、意地悪するのはダメだよ、今こそ立ち上がれ、思いやりのパワー、みんなが優しいチャンチェンジ、支え合い思いやり愛、愛のパワー炸裂するぜ。敵は手ごわいだが、しかし諦めるな、協力団結絶対倒す、思いやり戦隊優しいんじゃ。はい、ありがとうございました。尺がいいね。テレビサイズ。テレビサイズやね。テレビサイズ。いいよ。テレビサイズ。テレビサイズ。ありがとうございます。それぐらいが一番いい。ありがとうございます。2番目だったら誰も聞いてないからな。